これって見るからに怪しい広間だな。ムベなるかな。わ、あれ。寺の子供が囚われておるぞ。だが掟がないのであれば我らの本領が発揮できよう。うん、思う存分やれるね。これは一体。ある箱から魔力を感じるぞ。奇妙なやつだな、箱の集合体とは。白も大概不思議だと思うよ。
とめてぐしゃぐしゃにしてやる。そこを動くな。ここに来たの？知らん。暴れたらここに出てきた。よくやったぞ、下着女。うるさい。カイネ、光る箱を優先して破壊するのだ。チキンのボロ神は黙ってろ。優先もクソもあるか。全部ぶっ壊せばいいだけだろうが。済ませてくれる。
カイラム、ユリ、ズサラとオタチ、カイザムセとペル、カイザム、デサラとユート、シアトとウサトチ、ウレシグ、ツグ、コスキ、サオサラエオ、シエテキッタ、ペルア、カイザンアサキ、カエ、サラトアヤーリ、アトルル、タタ、カイラム、オステキルタチエクグ、ギリスアガイ、ウカ、ヤーリ、カイザムアッチ、エテスレタダ、それでカイザムチタレル、チロンテク、カイラム、カイザムヨーリ。ことさらタインタベルアとカイザムセテテチサワクゴレ、いやそんなお礼だなんて、エンリタンサクルタ、まるで脅迫だな。じゃあ掟ゼロとして、気に入らない掟は住民投票で変えることができるってのはどうかな。名案だ。ヨーリサロエルパチスチタペルアとルドシ、オンジワクレタイ、ペルアトとタトダ、アンダ、サンキトシチ、テとヨーリュ、エオーカイザム、コスキ、ウカー、エテスレタダ。ありがとう。でも王のために一番頑張ったのはゲワタタ。国門病の治療方法について、そうすんよ、ライザムで糸地きた。やっぱり王様でも治らなかったんだ。ああで、やはり地道に封印されし言葉を集めるしかないようだ。そうだね、それしか手がかりはないしね。ウィンカレキソと、ああそれらを集めると国門病が治せるっていう古い言い伝えがあるらしいんだよ。伝説というだけでそこに信憑性はないがな。ヨナを助けられる可能性が少しでもあるのなら何だって信じるよ。言葉だろうがオーブだろうがクリスタルだろうが、いいの。ヤーリスピ、あとた、あこちして、そんどと、もちろん、もう誘拐されるでないぞ。うん、たくと、オナが心配だ。そろそろ戻ろう。アルテルアッチ来たぞい。と、ウラヌザアルテルア、た、
ージの隙間がジャリジャリする。ああ、水にでも飛び込みたいよ。泳ぎもせんのに本気か？冗談だよ。アルテルアチ北台イチフラムザ。アルテルア地域ウラン アルテルアーチ北座ウラーヌザール